の梅旅は移住者に案内してもらう都会中和歌浦の移住体験ツアー。和歌山を知る旅、梅旅に出ませんか？和歌山県の県庁所在地、和歌山市。面積は和歌山県全体のおよそ 4% ですが、人口の4割近くが暮らしています。2020年に東京から移住した藤原さんご夫婦、和歌山市の海辺、和歌浦の暮らしやすさに惹かれたといいます。いや、まさに都会田舎だなっていう感じですね。その都会的なあのお買い物するそのお店があるし、でも歩いて行けるところに青くて綺麗な海があったり、本当にちょうどいいなっていうふうに思います。和歌浦はコンパクトシティだと思います。郵便局も銀行も自転車で10分以内で行けるので不便はしてないです。そしてコンパクトな和歌浦の中に由緒ある神社の数々、奈良時代からの貴族の観光名所、玉津島神社、徳川家康とその子頼信を祀る紀州東照宮、菅原道真を祀る和歌浦天満宮があります。玉津島神社はすぐ裏に天狗山っていう山とセットなんですけれども、そこの山から見た景色っていうのがすごいこの和歌浦を一望できるところで、すごいこう息を呑む景色。和歌浦は万葉集の和歌にも詠まれた古からの景勝地。引き潮の時に現れる広大な干潟は圧巻です。さて、和歌浦には地元で人気の絶品グルメも。近所の和菜あきらという料理店はご夫婦のお気に入り。地元で採れたお魚と野菜を使ったいろんな調理方法で美味しく仕上がっている定食が満腹に食べれるお店です。顔までサクサクで食べれます。美味しい。旬の魚を唐揚げにしたり照り焼きにしたり、魚料理の技が光る名店です。和歌山名物梅干しをアクセントにした天ぷら、太刀魚の紅梅揚げは不動のレギュラーメニュー。近頃日本のアマルフィと呼ばれメディアが注目する雑賀崎漁港も和歌浦エリアの中にあります。藤原さんが大好きなお買い物スポットです。船から直接魚を買える漁港ということで、中間流通も入らないし、もう本当に取ってきたばっかりの新鮮なお魚をとっても安く買うことができる漁港で、もう僕たち大好きで、もう発泡スチロール満タンにお魚が入ってなんか500円みたいな感じの価格なんで、すごい数をいっぱいこなすんで、ちょっとお魚さばくの少しは上達したかなと思ってます。藤原さんご夫婦のご自宅は改修した古民家。東京時代に比べてもう部屋の広さが5倍ぐらいに広くなりまして、庭付きの一戸建てに住むなんてなかなか都内ではできない経験もさせてもらってます。庭で5羽の鶏を飼い、毎日産みたての卵を食べるそうです。子供も今の家では大きな声で歌ったりとか、家の中を走り回って遊ぶこともできるようになりました。和歌浦に来てからはとてもですね、人間らしい暮らしができるようになったなって感じてます。都会田舎に移住して地域とのつながりを楽しむようにもなりました。商店街のイベント運営に積極的に参加しながら、自分たちも喫茶スペースを出店。44店舗のものお店が入って、県外からの方もあのお試しでショップを出してみたいっていう方とかがあのたくさんのお店を出してにぎわっている2日間になってます。移住してしまうほど魅力的な和歌山市和歌浦、一度梅旅してみては。